はい、どうも皆さんこんにちは、モンケンです。ではね、Sタック今日配信されたってことで、早速ね、上位版の方ね、新 Sタックでしたっけ、それね見ていこうと思います。レベル99かな、90から99のパーティーでね参加してきました。ね、今日の午前中までね、一番レベルの高いゼシカがねレベル78とか77ぐらいだったんですけど、そっからね、ちゃちゃっと90まで1時間半ぐらいでね、マックスまで行ったかな。やっぱ昨日紹介したね、方法でね、がっつり上げた感じですね。はい、ではここからねボスバトル見ていきましょうか。画面真っ白、ちょっとね接続状況の問題でね、結構時間かかってるのかもしれないですけど、ボスバトルね3分ぐらいだったかな。はい、じゃあ S ターク今日ですね。はい、じゃあ見ていきましょう。まあこれを倒せばね、僕はもう10回ぐらいトータルで倒したかな。ね、ちょっと、ね、ぶっちゃけバトバスのレベル99じゃないとなんかで4人で行くのがなんか常識的な感じになってますね。なんか僕魔法でね、まあ魔法の4人だとね勝てないというか、ちょっと火力足らないよね。最初はねこう勢いがあっていいんですけど、魔法はね。でもね、やっぱりね、物理系 2,3 人、まあできれば3人かな。で魔法1人かな。で魔法ね、あんまりやっぱいらないね。僕魔法でねゼシカできてるんですけど、まあレベル上げって感じでね、まあメインキャラバトマスでね、来るのがまあベストだと思います。まあ明日ぐらいまでにねレベルカンスト、99までしときますね。まあ先日ね、紹介した動画の方法でまあやりたいなと思います。まあ S タックね、特にねこれはまあ動きをしっかり見ればね、まあ特に魔法なんで距離があるんでね大丈夫なんですけど、まあバトマスもね、ほんと上手い人もね、結構多くて、こう、後ろから見てたらね、わかるんですけど、もう全然死なないしね、避ける、見回しがすごい上手ですね。こういうね、切り裂きとか、あとは振り回しみたいな、Sタックしてくるんですけど、しっかりとね、後ろにポジション取ってね、やってますね。まあ、この辺でね、後ろで結構僕当たってたりするんですけど、まあ、こんな感じだとダメですね。で、あと魔法なんですけど、魔法はね、もう、MP がすぐ切れちゃうんで、まあね、僕はねずっとこればっかやってるんですけど、マヒャドばっかやってるんですけど、まあすぐ切れちゃうんでね、たぎりっていうかね、たぎってきたぜってやつをねしっかりやって、まあぶつけていくと、まあぶっちゃけちょっと弱いよねやっぱ火力ね。ちょっとね明日以降はちょっとやっぱバトマス鍛えて、バトマスでねの爪かなんかかなで行くようにしますね。なんかみんな見てたらね爪が多いかな、結構がっつりやってる人は。でもこのメンバーはあれか、双剣かな。双剣もね、Sタークの双剣、早速ね、これを倒せば Sタークの双剣ゲットっていうことみたいですね。まあSタークの強、まあなかなか強いんでね、レベル80ぐらいだとやっぱきついかな。やっぱほぼマックスの状態でね、いかないと厳しいみたいな感じですね。まあしっかりとレベル上げ、まあね、一番効率的なのは僕の方法じゃないかなと思うんですけどね、昨日のね。はい、ではね、このね、全体にこう、波状攻撃みたいな炎が来るんですけど、まあ、これはね、結構ね、見返しで簡単に避けれますね。まあ、このボスに関しては見返しちゃんと使えるかどうかと、あと、この魔法で来るんだったら必殺ね、必殺で足を止める。できればテンション100。Sタークがテンション100になったっていう時に合わせてちょうどね、ぶつけていくと。そうするとね、必殺の兼ね合いかな、4人との、味方との必殺の兼ね合い、こう順番順番にしっかりしていくとね、かなり楽に倒せますね。3分ちょっとで倒せるかな。ものすごい上手な人はね、バトマスだけで4人で行って、まあね、2、3分で、3分かからないっていう感じで聞いてますね。こんな感じでしっかりとね、MP、僕のマヒャドが36使うんですけど、その辺ね、しっかり見とかないと、自分のね、MP ゲージギリギリのとこで、ね、見とかないともったいないですけど。はい、じゃあ、Sタークのね、はやぶさ切りというか、さみだれ切りか、結構破壊力あるんですけどね、こんな感じで、もう終わりましたね。Sタークをね、しっかり足止めできるかどうか、でこの間にね、フルコンボで入れていくと、バババババッと、その辺使うとね、うまく効率よくいけると思います。はい、ではね、3分ちょっとの動画でしたかね、3分28秒でしたね。はい。というわけで、今回ね、まあ今んとこまあ3分前半ぐらいかな、僕はね。ちょっとやっぱ魔法がいらないね、僕のね。ちょっと今度ね、次回の動画ではね、バトマス4人で、レベル99のメンバーでね、動画アップしたいなと思います。はい。では一応ね、倒したっていう速報でした。はい。失礼します。バイバイもじゃー。